ご覧のスポンサーの提供でお。もうサスペンス終わっちゃった。本当にお母さん楽しみにしてたのにさ。あんたたちに怒って一日終わっちゃう、お母さんの。本当に。もうお腹すいたなら自分で食べて。お母さんいつも大変。休みがなくて、あんたたちは夏休みだからいいかもしんないけどさ。夏休み出かけてないよ。出かけな、学校のプール行かないと近、そんな太っちゃってさ。お母さんの遺伝だ遺伝だっておばあちゃん騒ぐけど、あんたが食ってて動いてないだけだよ。ほんとね。知らないお母さんはいつものとこ置いた。なんで自分のもの自分でやっときなさいよ。なんで体操着がどっか逃げちゃうんですか？体操着歩いて行っちゃうんですか？違うでしょ。探しなさい。ひっくり返した全部ない。ちいかはあんたほんとなんもできないよね。お父さんそっくり。お母さんにそっくりってよく言われる。みんなもう目が節穴なんだよ、あんたの周りは。ほんとに。ほんとお父さんの稼ぎがもっと良かったらね。あんたもさ、もっと贅沢なデブになれたよ。貧乏なデブは嫌だよ。ほんとにもうお母さん、もうすぐ夜ご飯作る時間じゃん、もう。唐揚げ。唐揚げがいい。揚げ物なんかやってらんないよ、夏に。じゃあまたそうめん？そうめんだよ。そうめんって言ったらかき揚げが欲しいね、私は。揚げ物じゃないのよ。じゃあほら、ちか、じゃあ買ってきて、商店街のあの天ぷら屋さんで、あそこ美味しいでしょ。やだ、買ってこんのやだ。ちか、動きな。おばあちゃんにずっとここと言われんだよ、ママ。だってずっとそこにいるもん。あんたたちがいないときにずっと動いてんの、お母さんは。あんたの布団今日干したの誰？お母さんでしょ。うん。本当に誰が干した布団に寝てると思ってんの。本当に。このソファーもう買い替えなきゃダメだよ、お父さんずっとこれも。お母さんソファー、きつそう。何しか。ソファーが。あんたもきつそうで写して。しかも写。しかもきつそうだよ。映さないでよ。埋もれてる。埋もれてるよ。というね、日常を送りたいですよ、私は。早く子供になって。どうだった？もうリアルすぎて。リアルだったでしょ。びっくりした。ついこんなお母さんがいたらなってちょっと思って、ついうっかり一人で何始めてんだろうって思ったけど、つい入っちゃったもんね。でしょ、うん、なんか肥満児ができてたし、気づいたら子供に、肥満児の子供、気づいたら入っててびっくりした。首埋もれちゃってるもん。首もはるかあんた、ずっと夜遊びしてお父さん怒ってたよ。お母さんも味方になってあげれない。そこまで聞かなかったら、今までは味方になってたけどね。お母さんも昔遊んでたでしょ、どうせ。あ、時代が違うでしょうよ。そうやって大人はみんなすぐ時代って言うんだ。あんただって言うようになるよ。大人になったら、大人を責めてる子供っていうのはダサいよ。ね。周り変えんじゃなくて自分が変わんな。お母さんも変わんな、その体勢取るの。お母さんこれで満足してるもん。お父さんもこれが好きだって言って。本当に。夫婦間に入ってくんじゃないよ、子供のくせに。ほんとに。お父さんなんで帰ってくんのよ。お父さん帰ってこない。なんてこと言うの、近場。帰ってくる、お父さんは。お父さんそうめん大好きなんだから。お母さんお父さんのためにそうめん作ってんだよ、いつも。そうめんがいい、そうめんがいいって。しょっちゅう夏場ってなんだから、お父さん。お父さんのせいで季節わかんなくなっちゃうよね。そうめんか。そうめんよ。茹でて、誰か。茹でれるでしょ、もう。暑い。小学校1年生なんだから。そんな体ばっか大きくて。小学校1年生で。うん。あんた、火使っちゃダメって。学校で。いいよ、お母さんが許すんだから。お母さんの子供なんだから、お母さんのルールよ。何年後になるんですかね、こうやって過ごしてんの。うん、
来年。あら、来年にはもう小学校1年生。あら、おかしいね。おかしいね。坂織さんちのみたらしくんをこうやって育てるしかないね。そうね。みたらし、お母さんについて回んない。自分で歩く。みたらしって言うようになりますね。うん、はい。どうでした、はるちゃん見てて。はるちゃんのこと持ってきたかしら。いいです。なんでよ。いいです。しないよ。これで終わる。はるちゃん軍団にいろいろ言われるよ、また。はるちゃんのファン。軍団。通常はるちゃん軍団に。軍団いるか。いるよ。いるよ。軍団いるか。どうでした、今日一日。おもんな。うわ。かわいいってくんだろうな、これにも。身がかわいい。くるか。かわいい、かわいくね。見極めだよな、でもかわいい、かわいい。あれかわいいよ。アンディかわいい、アンディかわいい、かわいいって昨日のね、そのボートレースの仕事で、うん、みんな言ってくれた瞬間、チャット欄かわいくはないって、機嫌いいのによ、水差しやがっておめえ、そういうコメントすんな。あら、何それ、何それ、見てわかんない、アメちゃん、そう。見たらわかるものは聞かない、いつもあんたも見てわかるのに、何それ何それって言うよ。お、あ、やだ。よっしゃ。よし。いや、何が嬉しいの。みんな喜んでいい。落っことさなかった？落ちた。あららら。松屋でバターチキンカレー。え？松屋でバターチキンカレー。絶対食べよう。絶対食べたいんだけど。なんこれ。なんこれ。食べよ。なんで。閉まんない。なんで。閉まんないわけないでしょ。大根足。何笑ってんだ。大根5本分。大根。片足が大根5本分の人に笑われたくないよ、私。え？ベタな。ぶっといぶっとい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 って何よ。やめなよ。ドゥグシドゥグシ。この人。でかいね。あら、はるちゃんかわいい。あら、すいません。わ、あららら、すいません。わ、すいません。あら、マネージャーの M さんからマネージャーの差し入れいただきました。最高。わ、ありがとうございます。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 あららら、この後いただきます。いただきます。いただきます。バイバイバイ。